やるか。ちょっと樹脂がね、もう156まで来とるから、ちょっと先に終没倒そうかな。ちょっとリルクさん入れてみてる。昨日二突したからさ。トワリンから行こうか。何はともあれトワリン。とりあえず3個倒して、あれしよう。どうなのかな？ディルックさんで俺、トワリン来たことあんのかな？まあ、行ってみよう。行けよ。新団長育て中だけどね、62とか。まあ、いけよ。その他が80あれば。どうにでもなろう。セイドラさんいらっしゃい。じゃ、ディルックさんで言っとるわ。どうなのかな？ディルックさん4回しか、元素スキル打てないから、ゆくあきさんのタイミングを合わせんといけない。元素爆発する。ああ、違うわ。リルクさんの元素爆発とゆくあきさんの元素爆発の タイミングを合わせんといけない。プチューメモモさんこんばんは。ユウキさんこんばんは。ディルックさんをちょっと入れてみてね。ガンザー89。この件はわかるかい？ガンザー89。あ、間違えた。燃やし尽くせ。間違えた。雨描きがたし、風の神。なりうる。天道、ここにある。あんまりダメージ入らんな。入ってないな。岩山八九。慣れてないから、なんか、行く秋さんとリリックさんのコンビネーションが。慣れたらもうちょいなって。今わざわざ移動するまでもないから、移動せずに。まだか。タイミング合わなかったな。難攻不落。ゆくあきさんのやっぱタイミングをちょっと考えんとか、考えんといけないね。ここで無駄に使っちゃうとダメなんですね。これで削ればいいんだ。岩山八九って言っといて。この件はわかるかい？お便り。使うまでもなかった。コーチさんこんばんは。応援ありがとう。ギフトありがとう、紅茶さん。いただきました。ありがとう。
雷さん、こんばんは。はい、はい。今日なんかイベント来てるよね。雷さん、タピオカ3個ありがとう。イベント来てます。なんか暑いな今日は。最近なんかあったかいよね。そう、イベント進めていきたいからサクッと出入りを終わらせてしまわんといけんのんじゃけど、終ボスだけまず行ってしまいたいんで、でモラいただいて1300だから、ここくらいまで多分いけるか今日な。気候武器はやっぱ片手剣にしようかなと思ってる。どこ行こうかな。まあまあアンドリアス、まあアンドリアス行って、先週だったかな、ジャクダさんにずっと手間取ってたんだけどさ、やっぱ勝利先生迎えたことにより、ほんと快適になったな。ジャクダさんのがやっぱ一番でかいわ。難攻不落。え、この範囲届くんだ。あの範囲届くんか。こいつらか。判決を下す。3万から出とったのに。ミルクさんもやりますな。ちょうどやっぱ蒸発が入ってなんだろうな。オッケーオッケー。ちょっとせっかくに二突したからさ、ディルクさんね、ちょっと使ってみようかなと思って。てるとこなんですが、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、なんかあの表示を消したい。どこ？これか。これか。ん？なんか近くにあるな。デイリーが近いからそこ行こうか。まずデイリー今日何？デイリーはこれで、今日から始まったイベントがこれだね。残り時間18日か。びっくりした。18時間かと思った。あ、ちょうどいいわ。天理長家雨描きがたし、いざ火炎よ、燃やし尽くせ。原神ってあれだよね。なんかキャラによってほんと操作感も全然違うからさ、なんか久々にディルクさんとか使うと新鮮ないよな。私も今樹脂が満杯になったので消費してます。うん、大事大事。あれ、俺今日濃縮にしなかったんかな。濃縮1個作ったような気がしたんだけどな。こんな時間に作ってるよね。こんな時間にいっぱいになるか。ちゃんと見とかんといけない。やっぱリルクさんとイクアキさんの組み合わせ、そしてジン団長の水力で、拡散、その辺のなんかこう手になじませていかなきゃ。岩山八九天道、ここにある。はい、歌よ
ように剣に誓う。あれ、なんか向こうって出たの、向こうなんだ。判決を下す。何が向こうなんだろう。難攻不落。この剣は分かるかい。雨描きがたし。難攻不落。いざ。かついな、地流の剣が炎に包まれてるの。はい、原型は出ないか。自分の道を信じてさえいれば、天気が晴れか雨か、なんて読むんだろう、なんて読むんだろう、タツアンフなんて読むんだろう、に言ってました。今日何度も行って、天風袖集めました。ね、黄金かな。初めてカカオも狙いに行きました。星5が1個出ました。おー、おめでとう。いいね。カカン大事だね。とりあえず2セットだけでもやれるとね、防御力が 30% だったかな。で、まあ、カカン、あれね、まあ、もう分かってるかもしれないけど、やるときに、まず2セット2セット狙うじゃん。2セット2セット狙うから、この辺は、割と、剣闘士とか、あの辺でやるかもしんないから、ここの2個からやると楽だね。それは狙わないとです。あ、そう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 。今、荒滝さんがつけてるかな。2セット効果が防御力プラス 30% だね。そう、ここの2個でカカンをやった方がいい。じゃないと基本的にここ元素ダメージバフ攻撃会心とかだいたい役割決まってるじゃん。でノエルさんだったらここ防御とか攻撃の代わりに防御とかで、だいたいなんかそのもう形って決まってるから、だから2セット効果狙うんだったら、まあ、この辺出たとしても、まあ、ここでやった方が、まあ、後々楽かなとは思う。ね。うん。羽、そうそうそう、羽と鼻のやつ。ここでやっとけば、ここは、なんでそうした方がいいかって言ったら、メインが、もう攻撃力で固定じゃん、これ。ここ。で、ここヒットポイントで固定じゃん。で、この3個は、選べるじゃん。で、固定だから、まあ、正直、まあ、サブは厳選せんといけん、いつかね、いつかせんといけんけど、で、2セット効果で上がったとしても、例えばここの3個で2セットが狙えたとしても、メインのところがヒットポイントとか、ここも全然関係ない、なんか関係ない攻撃とか、で、2セット組んだとしても、攻撃、防御力は確かにプラス30になるけど、結果的に、ここ関係ないのついちゃうと、結果的に攻撃力が下がったりするから、そう。だからそういうことだね。原神は、あゆうきさんは、いってらっしゃい。左側2個でさえ分かりました、そう。ここの2つはもうメインが固定なんよ。
これどれ見てもヒットポイントしかないはずないよ。ないはずってかないんよ。ここね、メインとこ動いてないじゃん。サブのところは動いてるけど、ここも攻撃力の実数値しかないんよ。メインはもう選べないんよ。そこはサブしか選べなくて、でもこの辺はいろんなやつがあるじゃん、メインのところで。この3個、こことこことここはそういう仕様になってるから、なのでメインを考えなくていい。こことここで2セット組んどけば、あと4セット狙うときここ出ないからね、なかなか。例えばノエルさんだったら防御、岩元素バフで会心、まあ地流の剣持たせるなら会心ダメージとか狙ってもなかなか出ないんで。でもここの2つはメインがもう固定なんで、すぐ出るんよ、やってればっていうこと。あ、でここの岩元素ダメージのところは、ここフリー枠にしとけば、例えば火間の中で岩元素ダメージを狙おうと思ったら難しいじゃん。でもどの種類の生物でもいいから岩元素ダメージだったら、多分もう持ってるくらいの感じなんじゃないかなと思うよ。で2セット2セット狙うときに、ここ2セットと、ここそしてここの2セット2セットにしとけば、ここもフリー枠にしとけば楽ということですね。区間花ゲットしてました。あ、よかった。そしたらね、後々楽。そう、俺最初の方2セット効果とか4セット効果をまずつけたいなって思って、メインのところ無視してつけてみてたんだけど、やっぱりつけ直したからね、結果。結果つけ直したんで、まあその当時気が済んだからよかったんだけど、まあでも最終的につけ直すことにはなるから、2セットまずは左側の2個で組むと間違いないね。とりあえず厳選前だとしてもメインのこと考えなくていいから、それはすごい楽。ジャクダさんいっちゃおうかな。ジャクダさんユアパでいこうかな。で、全員お話聞けました、ありがとうございます。いや割となんか、いやむしろ知ってるかなと思って、わざわざ言わんでもいいかなくらい思ったけど、一応ね、まあ、間違いないね、それは。そうしとけば、メインが固定って最初気づかんかったからな俺。左の2個はメインが固定ない。分かってる上でなんか違うのやるっていうのも、まあ別にそれは止めないけどね。俺はそのタイプだから。自分が気が済むようにやりたいみたいな。それ止めないけど。一応そういうあれがあるよ。すべてのケリをつけるときだ。きれいにしませんと。鬼の狂気ランヌ。あ、やばい。間違えた。間違えた。あれできちゃった。地流の剣を渡したままだ。天道、ここにある。最大の剣つけてんのかな今俺。剣女万弱。先生こっちで。強攻。メイドの礼儀に気をつけます。これで間に合いますね。最低の剣つけとるかな。それ任せてください。難攻不落。お前の出番だ。最低の剣つけとるな。まあ、牛2発はそれはそれで熱いけど、このままゴリ押して、この雪辱を晴らす。岩山八九天理長九。
今こそ全ての怨嗟を払う時なり。岩の重さで安心できます。お前の出番だぜ岩闘牛。熱くのごとす。よっさ、騎士も正確に気をつけます。難攻不落。えっ、天道、ここにある。叫よ鉄人。あれ、難攻不落。鬼の狂気だ。それとあら、あら、大地の噴霧は沈まらぬ。やばい。順天堂地。この地が貴様らの墓場となる。死なんかったな。モドに食らったから死んだかと思って。散々発揮か。天堂万象。しかとその身に受けるがよい。綺麗にしませんと。メイドの礼儀に気をつけます。か。危ない。いや楽勝。あーシールドでかい。楽勝すぎる。ジャクダさんが、いやーそんなにでかいか存在が。勝利先生のどこかで知ったかもしれませんが忘れてますあれな、そうそう、まあほんと生物やるとやるときにもやっぱ覚えとかんとあれだけんな。ちょっとずつもう左2個は厳選しやすいと覚えとけば大丈夫だな。メインがもう固定っていうのが決まってるっていう。処理先生の存在ほんま大きいです。うん、いやノエルさんでやっぱどう考えてもアーはできないからな。でかいっすね。硬さもそうなんだけどやっぱ絶え間なく貼れる、壊されなければね絶え間なく貼れるっていうのがマジで強い。ここだけを買うやつか。もう一個今日進められるかな。760だから300だから、あ、いけるね。じゃあデイリーを終わらせようかな。モンドだったよね。シルトだけではなく岩建造物もですね。あれも地味にいいよね。地味に攻撃与えてるよね。プラスアルファ分が。あともう鉱石掘る、あ、集めるとき、勝利先生となるともうめんどくさいもんな。だけどやっぱまあガチ勢がみんな口を揃えて進めるのはわかるわな。でそんな中、ライデン将軍とカズハも、やっぱりガチ勢がみんな口を揃えて優先度高いよって言い切ってるから、複数のガチ勢たちがね。だからやっぱり、
まあ、使ってみないとここまでって分かんなかったじゃん、庄司先生って。正直シールド硬い、そしてデバフとかさ、それ一応機能を知ってたけどさ、言うてもよ、言うてもやっぱり想像以上ではあったから。ライデン将軍も期待してるので、ガチャ我慢する。ここかな。まあ特に最近よく思うけど、シャンリンさんとユカキさんがいればアタッカーいなくてもとりあえず普通に戦える。あとまあ勝利先生もいればね、特に普通に戦えるんだよな。ということはやっぱりサポーターを極めていけばいくほど、まあ、正直誰使っても強いみたいになるってことよね。まあある程度のアタッカーが手に入ってからはサポーターサポートキャラに力入れるっていうのは大事なことなんだろうな。ここまでとは思わなかったですね。すごい一言ですね。面白いね。いざ。でなんか当分使わなかったキャラとかもさ、今のディルクさんみたいになんか不意に凸が進んで使ってみたら結構久々に使ったら楽しいみたいなこともあるから面白いよな。こっちか。さんちょっととりあえずテンポ全部8にしたいけど、あれなんだよね、神団長も構想なんだよね。神団長も育てたいから、うん、悩むな。やっぱこの育てたいキャラの素材が被ると。誰から行こうかなみたいな。教会に行ってバーバーさんに見てもらった。これ今2個目かな。ディルク様のことばかり考えてしまう。かぶるとほんま困るんですね。週に2日、あ、まあ日曜も合わせたら3日あるけど、まあ、樹脂も限られてるしね。いや、それは関係ないか。どれやるにしてもかかるか。ガンザン発球。判決を下す。
光不落。これか。天道、ここにある。おせで、あとここ。これはこっから行こうかな。なんかエーペックスのアーカイブも上げていこうかなと思っとるけど、ちょっとわかんない。試しに上げていってみてる。マジでなんかただやってるだけだからさ、なんか微妙かなと思いながらも、別に見どころがあるわけでもないからな。エーペックスってでストーリーがあるわけでもないから、原神だとなんだかんだでストーリーもあるし、なんていうの、イベントもあるし、ギミックとかもあるから、結構動画にしやすいっていうのあるんだよね。剣よ盤石、火炎よ燃やし尽くせ。いざ勝負。おお、いいね。いや、リルクさんも楽しいんよな。なんか原神の場合基準がやっぱ何個かあると思う。強いかどうかっていうのも基準の一つだけど、使ってて楽しいキャラみたいなのもやっぱり割と重要な基準の一つなんだよな。リルクさんは結構楽しいんよな。祭礼の剣とか持たすと、結構幻想、あ、違う、幻想、あ、幻想スキルか。そう、幻想スキルが4発分あるから、それで毎回抽選されるから、結構引くんだよね。結構もう一回打てるみたいになるから、祭礼の剣がやっぱいいかな。地竜の剣の攻撃力も魅力的だけど、あ、やばい、始まる。あー、いや、始まっちゃうじゃん、これ、イベント。これ、イベント始まるパターンよね。ちょ、枠変えるわ。